はい、キャロットクラブ募集馬全頭チェック。えっ、ー、と、関西馬のパート4ですねも。もう10本目の動画になるのかな。募集番号で言うとね、77番から84番まで、まあ、チェックをしていきたいと思います。まあ、僕のね、今回チェックしてるあたり、この辺結構大事なポイントになる馬が多くここから出てくるんでね。まあ、また、去年もそうだったけど、この辺の番号から後っていうのが僕の得意の パターンなので、あのチェックを進めていきたいと思います。というわけで、まず募集番号77番、マルケッサの23。ヒンバ父、シルバー・ステート、母の父、オルフェーブル募集価格5000万円で、リット松永美急車、三木を9出産時の母の年齢が8歳、母出産時の祖母の年齢が9歳。お兄さん、ドライ・レイでは、ホープフル・ステークスの勝ち馬。まあ、お兄さんもね、期間内の G1 を勝っているってところですね。まあ、ただね、ちょっと小さめの馬体とかね、 あのそれでいて、父がねシルバーステートに変わったことでねえっとシルバーステートってほら引退の経緯から考えてもまあ福永雄一がディープインパクト3区の中で過去一ねあの能力があると見ていたのがシルバーステートみたいな話はあったんだけどもそれでなぜ G1 取れなかったかっていうと何度も足元をやった。 特筆すべき足元の弱さ、体質の問題ってあるんで、まあ、小さく出たことはその辺のリスクを減らすっていう意味では本当悪くはないのかな、みたいなところはあります。なのでね100、100%悪いとは言い難いところなんだけれども、まあね、それでもね、小柄に出てしまったのもまあ、普通に考えたらマイナス要素だし、まあ、父の体質の弱さ、まあ、そしてね、この、ね、 で、まあ、キャロットに来るのが2投目ではあるんだけれども、まあ、間に、ね、サンデーレーシングで現2歳がいたりとか、まあ、セレクトセールで、ね、売り払った個人話の馬の方が活躍をしていたりって考えると、まあ、キャロットに来たのも本当にプラスなのかなポジティブな要素なのかなっていうのは、ねまあ少し考えてしまうところですね、まあ、そして募集番号78番スペクトロライトの23牝馬父ニューイヤーズデイ母の父ディープインパクト 募集価格3600万円で、立東杉山義し旧社、出産時の母の年齢が13歳、母、出産時の祖母の年齢が9歳、お兄さんのライトウォーディアは川崎記念の勝ち馬、いとこのワンダフルタウンは重賞2勝、お母さんの妹、おばのビッシュはシオンステークスを買って、オークスは3着、お兄さんはダートなんですよね。まあ、ダートの牝馬となると、POG 的には難しいし、9社としてもま,あまだ若手と。 いうふうに考えると、まあ難しいんだけれども、まあいとことかね、まあ、ビッシュなんかはね、本当にお母さんのゼンマイが、まあシオンステークス買ったりね、オークスでも3着、この辺のね、あの奥深さ、血統的にはね、芝でもいけそうというところを考えると、まあ、ちょっとね、情報は待ってもいいのかなぐらいの感じではあります。そして募集番号79番、グリューバインの23、キンバ、父モーリス母の父ゴールドアリュール。 募集価格3000万円で見本大久保留者出産時の母の年齢が11歳、母、出産時の祖母の年齢が7歳、祖母の兄、カラメルアートは慶応杯2歳ステークス3着なんですが、4親等以内で、ね、2歳重賞の3着が精いっぱいとなってくると、まあ、事実上は4親等以内、ほぼ活躍馬がいないぐらいの感覚ですかね、まあ、キャロットの中では、まあ、ちょっと地味な品系というかね、まあ、狙いづらいところと。 いう風ななレベルになってしまうのかなという気がします、まあ。そして募集番号80番、ティールグリーンの23、ボバ、父リアルスティール、母の父スキャットダディ、募集価格4000万円で立党高野旧社、出産時の母の年齢が10歳、母出産時の祖母の年齢が15歳、お母さんのいとこに G3 勝ちのマル、えー、レイニー、4親等いないとなると活躍馬もね、いないようなところで、 まあやや目立たない血統がね、ここに来て続いたなという感じはあると思います。まあ、そして募集番号81番、コルコバードの23。ボバ、父リオンディーズ、母の父ステイゴールド、募集価格4000万円で、実頭田中勝の離級者。出産時の母の年齢が10歳、母出産時の祖母の年齢が12歳。そもそもアズテックヒルは重症3症の活躍場なんですが、まあ、そこからね、まだ、あ、重症クラスは出ていない。 まあ、祖母エンシェントヒルは、えっ、ー、と、オープン4勝を含む7勝を挙げている名品だったりはしますが、まあ、一応ね、4新闘以外の活躍場っていうとね、踏み当たらなくなってきてしまうのでね、まあ、これも、まあ、少しこう、なんというか、まあ、母の父ステイゴールドも良くないし、結果を出してないし、まあ、ちょっと狙いづらい範疇に入ってきてしまうんじゃないかなという気がします。まあ、そして募集番号82番、スイートショットの23、ボバ。 父、アドマイヤ・マーズ、母の父、トラップショット、落札価格2900万円でセレクトセール一歳セクションでノーザンファームが落札をして、募集価格4400万,万円で立等清水久し9社。出産時の母の年齢が8歳、母出産時の祖母の年齢が8歳。おお母さんの弟、バリッドポイントがアメリカの G1 馬ってことでね、なかなかこれはね、興味深い血統アドマイヤ・マーズの 繁殖レベルがそこまで高くなくて、ノーザンファームからのね、繁殖っていうと、おじが G1 馬っていうのはなかなか少ないんですよね。まあ、お母さんの弟が G1 を買ったってことは、まあお母さんより下の代まで、まあ祖母のね、繁殖品馬としての活力というか、そういういい子を埋める、まあなんていうか母体の若さっていうのが残っていたわけで、 まあこれはね、あのー、お母さんのお兄さんが活躍したっていうより、何倍もね、ポジティブなポイントですよね。まあ、そんな中で、まあ、G1 馬の品系ってなってくると、アドマイヤ・マーズの3区の中ではかなり上等な部類。ノーザンファームさんではないけれども、ノーザンファームがわざわざ競りで購買してきたってことは、まあ、ノーザンファームさんの他の同じような馬たちと同等か、それ以上に、 動けるというね、まあ、ノーザンファームの基準値をクリアしてるとみなされてもいいところで、まあ、自前の両欠が少ないアドマイヤマーズの3区から当たりを引こうと思ったら、これはね、かなりの当たりのプロフィールなんじゃないかなと。プロフィールだけ見ればこいつしかおらんやろぐらいのレベル。まあ、その上でね、アドマイヤマーズのね、ミオスタチンが TT とかね、その辺の噂。まあ、そうでなくても、まあ、そこそこの足を見せてるシュボバ成績を見ても、まあ、これはね、最優先。 まあそんな感じですかね。まあ、そして募集番号83番、アドベントスの23。ヒン馬、父、里のクラウン、母の父、ジャングルポケット。募集価格2000万円で、立冬を送り給車、小栗、9車出産時の母の年齢が10歳、母、出産時の祖母の年齢が18歳。おお母さんのお兄さん、夫妻地方王は死亡倍入りを果たしていて、他にも、まあ、トールポピー、アベンチュラあたりが、まあ、お母さんのお姉さんということになります。母の前傾前子が活躍をしています。 ただね、あの、アドベント賞予びそれより下の妹たちってのがいまいち活躍をしていないですし、まあ、ね、あのし、まあ、この馬のね、お兄さんお姉さんまだ未勝利ですから、えっと、ちょっとね、あの魅力に欠けるところ、厩舎も若手だし、まあ、少し狙いづらいかなという気はします。そして募集番号84番、リリカルホワイトの23、ボバ、父、シシスキン、母の父、ダイワメジャー。 収価格3200万円で、立党石坂宏一9社、出産時の母の年齢が10歳、母出産時の祖母の年齢が8歳、お母さんのお姉さん、おばにですね、重症2着2回、3着オークスのアイスフォーリス、いとこのアリアは、えっ、ー、と、函館2歳ステークスの3着場ってことでね、まあ、大和メジャー3区のいとこが、まあ2歳夏に活躍をしていたりと、早熟さがありそうな品系ではあるんですが、これがね、ちょっとね、あの、発表されている馬体重がかなり大きいんですよね。 まあそうなってくると本当に早熟って言えるだけの仕上がりの速さ。まあ、馬体が大きいだけに絞るのに時間がかかってしまって、それでね、あの、ワンテンポ、ツーテンポ、その二歳ステークスを狙えるかっていうところから遅れてしまえば、まあ、短距離適正だとすればね、出すレースがなくなっちゃうんじゃないか。まあ、重症がね、あの、夏の二歳ステークスを逃したらね、あとはもう、1200メートルの重賞って言ったら、青いステークスぐらいですか まあそんな感じのね、現状を考えると、まあ、もちろん大きいことがいいことだって部分もあるんですが、少し狙いづらい部分も、まあ、POG 的には出てくるんじゃないかなという気もします。まあ、以上ね、こんな形でまたチェックしていくんでね、チャンネル登録等よろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。